皆さんおはようございます。私が人です。これですね、はい、70歳になりました。今日のサムネイルはこんなもんでした。まあ大体こんなもんですかね。はい、こんなもんでしょういうことで、やっております。私66歳の時に、外国語大学へ行きまして英語の勉強を始めまして、1年目で英検準1級合格、3年目で英検1級も合格しました。ということでこの動画を作りながら、まあ、皆さんと一緒に英語力アップに努めていきましょうということでやっております。はい、今日は何の話ってことなんですけれども、ちょっとこう質問寄せられてきて、まあ、準1級を、受験しようと思って勉強してるんですけど、受けてもこのリスニングの方でね、半分も点が取れるか取れないかで非常に苦しんでるんだという、まあまあそういうことが何人かおられましてね。でまあ過去にもそのリスニングの話はしてるんですけれども、またもう一回、まあちょっと違う角度から取り組んでみたいなと思っております。はい、まあ、リスニングの話で、まあ、ちょっとこう過去の、私のいきさつというか体験談なんですけども、まあ、ある時にね、若い女子大生ですから聞かれて、どうしたらいいですかって、どんなん聞いたらいいですかって聞かれて、まあ、そやね、一番こう、初歩的というかね、わかりやすいんやったら、まあ、BBC 放送なんかがね、大体、外人向けというか、いう感じで放送してるので、聞き取りやすくって、やりやすいですよということで BBC 放送を、おすすめして、でそれからまあ1週間ほどして、その子に会ったら「だいぶ分かるでしょ」って言ったら「いやそれが全然分かんないんで」って言われてね「へえ」と思ってね、でまあ話を聞きますと、やっぱりね、その子は、まあ、単語力も足りないし読解力も足りないし、やっぱりそうして普通の英語のレベルが低いためにどうしても聞いてそんな難しい単語とかいっぱい出てきたらそれ分かるわけないですよね。ですから半分もとてもじゃないが半分どころかもう何や分からないって言われて、でやっぱりね、このリスニングっていうのは、まあ、確かに聞くっていうことも非常に大事でたくさん聞く必要があるんだけれども、それと同時に並行してやっぱり単語力と読解力というのをこうきっちりつけていく必要がありますよね。でその両方が揃って初めてこうリスニングの方も上昇していくということで、単に、たくさん聞けば、どんどんこう上手くなれるかというそう甘くはないんですよね。だからやっぱり英語って全体像ですよね。何か特定の一個のことだけをぐちぐちやってもなかなかうまくいかない。全体にあれもこれもいろんなことをやってみて初めて語学力っていうのはこうついていくということですので、そこのとこをよくわきまえておいてほしいです。で具体的にどんなもん聞いたらいいんですかということで聞いてくれるんですけど、まあ準1級とか1級を目指しておられる方の場合ですね、英検の試験のこのしゃべくりはね、あれはもうほんまに教科書的なんですよ。決してそんなもういわゆる砕けた日常的なぐちゃぐちゃぐちゃって言ってこられることはしないです。本当に誰でも分かるっておかしな言い方やけど、まあ、NHK のアナウンサーが喋るような喋り方で喋ってくれますのでね、だいたい素材として勉強するための素材でしたら、1、2、ニュースですよね。はい、そのニュースはもうどれでもいいですからね。はい、それからテッドですよね。ご存知と思いますけど、テクノロジー、エデュケーション、デザインですか、それの略のテッドですね。なんちゅうのあれはプロモーションじゃない。なんとか言うよな。プレゼンテーションか。プレゼンテーションなんですよね。英語のプレゼンテーション。まあ、テッドにはテッドとテッド X と両方あるんですけど、まあ、どっち聞かれてもいいんですけどね。まあまあ、あります。それと、あと、インタビュー記事があるんですよね。で、インタビューって、まあ、おすすめするのは、まあ、3つぐらいおすすめしておきますけども、ちょっと後で画像もお見せしますわ。まあ、インタビューってね、割と、構えてやってて、こう、二人の間でのトークだから、まあ、割と分かりやすい。それと、一級にしても、準一級にしても、インタビューありますからね。そういう点でも、インタビューに慣れておくという点で、インタビュー記事っていうのは、聞いておくというのも参考になると思いますので、インタビューですね。それと、あと、私が、初級中級者に一番おすすめするのはオーディオブックなんですよね。オーディオブックです。で、まあこのオーディオブックはどれでもいいんです。皆さんのそれぞれのお好みのもので、結構ですからね。YouTube で聞かれるんでしたら YouTube でも無料のいっぱい出てます。んで、あとはまあ自分でお金出してオーディオブックの CD を買ってやるということですよね。結構ね、この欧米ではオーディオブックっていうのは盛んなんですよね。私なんかそれで、まあ持っておりますが、
本なんですね。まあ、これはいつもの中古本屋さんで買ったやつで、まあ、大体生物学の話なんで、進化の話なんで、まあ、私こういうの好きだからこれは何回も何回も聞いてますね。そんなんやっぱり興味を持って聞けるっていうのはオーディオブックの良さはね、こうずっと連続して聞いていくことができるんですよね。自分が興味のあるものに対してですからね。ですからそれを皆さん方が選んでいただいたらいいわけですよね。まあ、小説が好きだという方だったら小説もいろんなあります出てますし、それからまあ私みたいにサイエンス関係が好きだとかね、まあ、いろんなの出てますので、それを選んでいただいたらいいなと思っております。で、まあ、それもちょっと後でご紹介しますけども、で、まあ、大体準1級を目指されるんでしたらね、2級から大体ね、私がたんで、私2017年の4月に大学入ってから、翌年の2018年の1月に準1級合格してますから、大体ですね2級から準1級までのおそらく1500時間ぐらいだろうと思うんですよね、勉強時間ね。ですから1日5時間と計算しますと約300日ですよね。だから1年かからないですよね。でこれ見てる方でしたら、一生懸命やっていただいたのね、私でもそれぐらいの速度でいけるわけですから、それより速い速度でいけますよね。でそこまでいきますと、大体こういうニュースなんかがこう普通に聞いて分かるというレベルに到達できますのでね。で、まあ、あとはそこから一級を目指してやっていただくということですけど、このやっぱり日常のねぐちゃぐちゃねって言われるのはね、もう私もう苦手なんだよ、分かんないんだよ。まあこういうふうにきっちり喋っていただいたらもうもちろん分かりますけどね、なかなか日常ではそういうふうにはいかないですね。それは苦労します。私も苦労しております。あとはね、次はオーディオブックとここで、入力しましてやってみましたね。はい、こうすると大体こういうものがたくさん出てきますね。まあ、これ YouTube、これはまあ映画の一節です。これ多分高慢と偏見だと思いますけどね、そういうのがいろいろオーディオブックたくさん出てきますね。まあ、どれか好きなものを選んで聞いていただければいいということですね。はい、まあ、試験のね、聞き取りっていうのは基本的にはNHK のアナウンサーがしゃべるようなもんですから、大体これを言うのでいけてしまうわけですよね。日常的にはもっともう全然違いますけどね、これらだったら割合やりやすいです、聞き取りやすいです。練習してもらったら誰でもやがて完全に聞き取れるようになりますね。はい、それともあと1個、スクリプトに対して聞かれてくることあるんですよ。要するにスクリプト見ながらきっちりやってるって方おられますのでね。で、まあ初級者とか中級者の場合はある程度スクリプトを見てきっちりやるっていうのは仕方がないかなと思いますけど、慣れてきましたらね、やっぱりもうスクリプトを見ない方がいいんですよ。あれ見るともう時間かかってしまいますのでね。でやっぱりたくさん聞いた方が絶対得なので、まあ初期の段階では仕方がないけど、慣れていったらもうスクリプトから離れて完全に耳だけで聞き取れるようにしていくというのが理想ですよね。でそれを目指してやってほしいということです。それとあと試験問題をね、先読みするかどうかということで、これ聞いてこられる方はいるんですけれども、でほとんどのねこの英語のこういう指南書とか YouTuber、 英語系 YouTuber はみんな問題の先読みを進めてますよね。英検の試験で、ペーパー配られたら先に読んどいて、それから耳で聞いたら楽だって言ってることを言ってますけども、それはねやっぱり上級者向けの話であって、こういう試験問題を聞きに来てる人って結構こうそこまでのレベル行ってないので、むしろそれはかえって負担になるのでね、私は絶対にお勧めしません。問題の先読みはね、問題先読みなんかせずにきっちり聞くことに全神経を集中してやった方が絶対に得になります。で私自身ももうそんな問題の先読みなんか一切せずに準1級も1級もみんな高得点で突破できましたのでね、聞き取りさえきっちりできるようになってたら、もう問題の先読みなんてもうはっきり言って無意味です。はい、そういうふうに私は思ってます。ということで、まあ、勉強進めていっていただいたらいいなということで、まあ、今日はこれで終わりますので、まあ、頑張っていきましょう。